はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、久々にね、前買ったジンがありましたので、ジンを飲みたいと思います。今回飲むのは、カンタベリージンという、こちら、どこで買ったかというと、山屋の、通販ですね。値段が1300円ぐらいで売ってました。まあ、俺、これ飲んだことないというか、見たことなかったんでね。カンタベリーロンドンドライジン。容量が 700ml で、アルコール度数が40度。原産国名がスペイン。となってます。うん。まあ、見た目がね。まあ、緑色のね。瓶で。なかなか。よいしょ。まあ、何なのか。これは、なんだこれは。あんまり出ないようにするタイプか。あ、やっぱ、ちょこちょこっと出る系の、あれですね。なんだっけ？なんかウイスキーでもあったよね、これね。ウイスキーだったっけ？なんかであった気がする。これ珍しい。ジンだって初めて。なんだったっけな？ウイスキーだったっけ？なんだったかであった気がする。まあいいや、とりあえず常温で、ストレートでいただきます。乾杯。うわ。さすがあれだな。まあ夏だけあって、ちょっと、ぬくいな。まあ、ぬくいけど結構ジンはね、ストレートでも飲みやすいんでね。これは結構飲みやすい。うん。今30度ぐらい。気温がありますけど。カンタベリージン。これなんか書いてあるかな？うん。アルコールの味がそんなにしないんで、飲みやすい。飲みやすい。で、そこまで甘くもないんで。うん。結構ドライなのかな？ビーフィーターとかに比べると多分ビーフィーター結構甘いんですよ。ビーフィーターはストレートとかで飲んでも結構甘いんで。これはどっちかというとウォッカに近いような。うん。うん。あ、全然甘くない。全然っていうか、うん、あんまり甘くないですね。うん、でもまあ、うん。まあ、ジントニックにして飲むか。味がなんかそもそもウォッカにすっごい近い気がする、これ。うん。まあ、香りは、まあ、なんだこれ。ジュニパーベリーだっけ？ジュニパーベリーとかの、よくあるジンの香りはしますけど。うん。出てこないですね。ググっても、ほぼ出てこない。商品情報が出てこないんで、まあ結構珍しいジンなのかな。まあでも値段1300円ぐらいだから安いんで買ったんですけど、基本2000円以上のジンは買わないですね。ほとんど。てか俺ぶっちゃけた話、ジンだと
本当にビーフィータージンがあればもうあと別に大していらねえんだけどな。ほとんどジンってストレートで飲まないんで。うん。まあ、ロックでも飲まない。だいたいトニックウォーターで割ってジントニックにして飲むのが多いんで、一番なんかジントニックにしてうまいがなーっていうのが、普通にビーフィーターが、まあ、そこまで飲み比べたことないんですけど、ただ、結構、香りが、ビーフィータージンは、弱い。ジュニパーベリーの香りが弱い。ので、結構ドライな、ジントニックが、できるっていうのかな。ドライっていうか、まあ、ドライ。うん。逆に強いやつだと、俺が前飲んだっていうか、まだ残ってる、あれか、シュリヒテシュタインヘーガーだっけ？シュリヒテシュタインヘーガーだっけ？なんか陶器の茶色いね、ジンがあるんですけど、あれがものすごくまずいんで、まずいっていうかなんかすんげえ香りが強くて、薬みたいな香りもするんで、ものすごい香りが強いジンだと、かなり厳しい。シュリヒテシュタインヘーガーだったっけ？これですね。もう全然飲んでない、これまずくて。これまずすぎて飲んでないんですけど。シュリヒテシュタインヘーガーですね。珍しくね。しかも長い。ものすごく長い。容量は30、あ、じゃあ 700ml と同じなんですけど。アルコール度数が 38% って低い。2% 低いジンですが、これはものすごくまずいんで、飲まない。飾ってある。飾ってすらいないけど、置いてある。放置してある。うん。まあ、これは独特の、変な癖はないっていうか、そこまで薬臭くないっていうよりは、うん。そこまで強くないですね。だから別に。うん。でもまあ。うん。ちょっとあれかな。結構ドライかな。うん。甘くない。辛口の。ジンですかね。うん。多分ね。ゴードンとか、ゴードンジンとか、あと、そのビーフィータージンとかに比べると、結構、辛め。だからストレートで飲むんだったらやっぱビーフィーターになるのかな。まあどちらにしろビーフィーターになって最終的に、トニックウォーターで割ってもビーフィーターになるから、俺どちらにしろビーフィーターなんだよ。もしくは、俺が好きな、ギルビージンとかね。ギルビージンも好きなんですけど。うん。うん。やっぱこれあれだな。すごいウォッカっぽい。ウォッカをなんか、ウォッカに香りつけた感じする。まあ、そもそも、ジンとウォッカって、ほとんど、あれだろ、原料として変わんないはずだよ。原料もそんなに変わんない。うん。まあ、ゴードンジンと、ビーフィータージンの違いとすると、香りかな。ビーフィータージンより香りが強いのが多分ゴードンジンなんですよ。俺の感覚で言うと。ゴードンもまあ美味しいは美味しいんだけど、でも俺個人的に見た目が結構好きなのと、ビーフィータージンのね、このね、見た目が好きなんです。この絵柄が好きなのと、あと、
あんまり香りが強くない。っていうので好きな。どうしてもジンって、結構、嫌いな人は薬臭いっていう、人が結構いるんですけど、まあ、あんまりこれが強すぎると、本当に、ひどいことになるんで。うん。でもこれはまあ、このカンタベリージンは、そんなにアルコール臭くないね。ウォッカってさっき例えたけど、ウォッカって結構アルコール臭いのかな。まあでも種類によって違うか。うん、まあそうだね。アルコール、まあ酒でアルコール臭い、臭くないって大体まあ度数とかでも変わるけど、やっぱり種類によって同じ度数でも全然違うのがありますからね。うん。これは結構40度のくせに、しかも常温で、しかもこの結構気温が熱い常温で飲んでるけど、普通にススッと飲めてしまう。本当にアルコール臭いやつだと、うへーってなって、こうなんかこう口に中に入れた後にこうブワーっていきなり気化して、なんかカラーってなるんです。喉が焼けるようになるのが本当にあるんで、そういうアルコール臭いやつとは違って結構、うん。常温でも全然、いける。いけるけど、うん。いけるけど、ストレートで飲むのはあんまり俺好きじゃない。これドライすぎるな。味がドライすぎて甘くないんで、飲みにくい。これはちょっと上級者向けだね、これ。ある意味でドライすぎるんで、ほとんど、ウォッカをストレートで飲んでる人だったらいいんですけど、ストレートでうまいなって言って飲んでる人はいいんですけど、俺ウォッカをストレートでってあんまりっていうか飲まない。味がなさすぎてほぼ飲まないんで。うん。ビーフィータージンだったらロックとかで、なら、美味しく飲める。あれ甘いからね。結構甘めなんだ。砂糖の甘さみたいな感じの甘さは結構あるんで、ストレートで飲んでてもドライじゃないんで、無味っていうか、アルコールっていう味だけじゃないんで、結構デザート感覚に、フルーティーな、甘めのデザート的な感じで飲める。だからまあいいんですけどね。久々にジン飲んだな。コクはないだろう、これ。だいたいね、ジンもね、本当にね、恐ろしく違うやつ以外だとね、普通のね、一般的に1000円ぐらいで売ってるジンってね、だいたいね、ほとんど、あんまり変わんないです。味が。味がね、ほとんど変わんない。飲み比べないとね、本当に難しい。ウイスキーと違って結構わからない。香りは、まあ、うん。普通ぐれじゃん。普通でいいんじゃない？はい、1133です。ご視聴ありがとうございました。